ねえねえ、マリサ、暴れん坊将軍を見てるんだけど、すっごい楽しいよ。松剣サンバの、松平健だよな。そういえば、国会の暴れん坊って呼ばれていた人を知ってるか？浜公だよね、今なお語り継がれる伝説の人。その浜田光一氏が、元ヤクザだと知っていたか？元ヤクザで国会議員なの。今日は、噂を含めて元ヤクザの有名人を8人、紹介するぜ。元ヤクザ有名人がそんなにいるの？本当はまだまだいるけど、そのうちの8000だ。まだまだいるの？びっくりよ。じゃ、解説してもらいましょうか。ゆっくりしていってね。まずは一人目、浜田光一氏、浜公だな。浜田氏の出身って千葉だよね？千葉で不良少年だったの？浜田氏の実家はもともとが王子主だった。そして、浜田氏は中学校で特待生だったんだ。優秀な人だったのね。だが、太平洋戦争で戦犯扱いされた父親は、博打で土地をすべて手放してしまった。王子主だったのに没落しちゃったのね。浜田氏は、中学時代から不良として有名だったとの情報がある。首に自転車のチェーンをかけて街をうろうろしていたようだ。特待生だったのに、気分次第で通りがかりの人を刺したり、肺炎を患っている人から上着を取り上げたり。歩く狂気って感じね。浜田氏は稲川会という、日本第3位の勢力である暴力団の一員になった。当時は、木更津のダニって呼ばれていたらしい。ダニ？可愛いんじゃない？ダニは厄介者だろ？かゆみやアレルギーもあって嫌われてるし、そういう意味で、ダニって呼ばれていたのかもな。なるほど。そんな浜公さん、ヤクザ仲間と映画館に行きました。お、映画を見るのかにゃ？そこで映画技師を担当でぐすりと刺した。なんでやねん。そのまま服役したぜ。そうなるわな。出所後、浜田氏は稲川会の初代会長に政治家を勧められた。なんで？稲川会としては、政治に太いパイプが欲しかったと考えられているな。浜公さん、ヤクザなんだよね？なんで政治家になれたの？戦後最大と言われるフィクサー、小玉義夫氏の下で修行したからだ。フィクサーって影響力がある人って意味だよね？小玉さんって人は何をした人なの？戦後に莫大な富を作り、資金提供などで政界に影響をもたらしたな。鳩山一郎や岸信介が総理大臣になるのにも協力している。そんな影のドンに、浜公さんは弟子入りしたのね。浜田氏はその後、町議会議員、県議会議員と進み、さらに国会議員になった。暴れん坊の誕生ね。まあ、その後の国会議員時代はご存知の人も多いな。いろいろあったけど、2012年に亡くなったぜ。ご冥福をお祈りします。では続いて二人目、スホーイクオ氏だ。どちらさん？芸能事務所、バーニングプロダクションの社長であり、芸能界のドンと言われている。ああ、あの事務所ね。浜田光一氏が県議会議員だった頃、運転手を務めていたぜ。浜公の運転手。世間は狭いなぁ。スホー氏の周りには黒い噂があってな、どんなスキャンダルも揉み消せると言われている。そんなに力がある人なの？スホー氏はバーニングプロダクションだけでなく、他にもいくつかの会社の代表や取締役でな、財力も力もあるぜ。じゃ、黒い噂って？まあ、それは各自でググってくれ。芸能界でビッグニュースがあると、その陰にスホー氏の名前が出てくることも多い。まあ、噂だしね。ドンなら、それなりに噂があるっしょ。ドンは高校を卒業後、芸能プロダクションに住み込みで働いた。また、それと同時に北島三郎の運転手を務めた。サブちゃんの運転手だったのか。その後、ホリプロに入社し、自ら芸能事務所を立ち上げた叩き上げの人だ。下積み時代があるドンって素敵。そんなスホー氏は、松浦組の、笠岡和夫組長から色々と暴露されたぜ。どんな暴露？笠岡氏が10年間もの間、スホー氏の用心棒であり、暴力団に関わるトラブルを処理してきたとの暴露だ。わお。また、匠組が芸能界へ進出するときに、その組長と、射程軍の江藤豊久氏がスホー氏の後ろ盾だったとか。なんかよくわかんないけど、強そうな後ろ盾。東西の巨大暴力団と右翼団体が後ろ盾だったということだ。そりゃ芸能界のドンと言われるわけね。だが、スホー氏は暴力団との関係を否定している。スホー氏がヤクザだったとの証拠もない。なるほど。ちなみにスホー氏の趣味はゴルフだ。その情報、今、必要か？いや、特に、スホー氏に親近感が湧くかなと思って。あ、はい。というわけで、3人目に行こう。お次は安倍ジョージ氏だ。あ、なんか聞いたことある名前。
小説家であり、タレントでもある。デビュー作品は、塀の中残りない面々であり、自身の自伝だ。刑務所に入っていたのね。安倍氏は中学時代からヤクザの事務所に出入りしていた。悪ガキじゃないっすか。安倍氏は帰国子女だった。帰国後は、幼いながらもシェイクスピアや夏目漱石などを次々に読み、神童と呼ばれていたぜ。天才やん。中学受験では、頭が良さそうな学生の後ろに座ってカンニングしたそうだ。その頭が良さそうな生徒が、元総理大臣の橋本雄太郎氏だぜ。あらま、雄ちゃんね。安倍氏は見事に中学受験に合格し、安藤組の大幹部の射程になった。安倍氏、いろんな意味で頭いいな。安倍氏は暴力団員の傍ら、22歳で日本航空に入社して客室乗務員になったぜ。帰国子女だから英語はペラペラね。乗客を投げ飛ばしたこともあったけど。なんでやねん。そんな安倍氏だが、40代でヤクザから足を洗った。日本国内と海外で、前科17犯のヤクザ人生に幕を閉じたぜ。多すぎやろ。で、なんでヤクザを辞めたの？刑務所で服役中に、親分が安倍氏に会いに来てな。身の振り方を考えろと言われたらしい。安倍氏はなんて答えたの？指爪一本ですか？と安倍氏が聞くと、親分は、足りない、って言ったらしい。足りんのかい。だから、辞めざるを得ない状況だったとか。で、小説家になったのね。その後はテレビに露出したりもあったが、2019年に亡くなったな。波乱万丈な人生の幕を閉じたのね。ご冥福をお祈りします。では4人目、安藤昇氏だ。まさか、安倍氏がお世話になった安藤組の？正解、その安藤組の組長だな。世間はやっぱり狭いわねー。安藤昇氏は小説家、俳優、音楽プロデューサー、歌手と様々な顔を持つ。人気俳優さんだったのね。自叙伝を映画化した、人を着てで主演を務め、ヒット作品となったな。安藤氏も若い頃から荒れてたの？10代の頃は少年院に入っていたな。だが、予科練の試験に合格し、特攻隊員となったぜ。特攻隊員だったのに、よく生き残ったね。終戦したからな。安藤氏はその後、不良グループのグレン隊を作り、さらに用心棒や賭博を手掛ける東工業を設立。これが安藤組の前身だ。なるほど。安藤組は従来のヤクザと違い、指爪や入れ墨を禁止したぜ。また、背広着用とおしゃれヤクザだった。ヤングたちが憧れそう。そんな安藤氏の有名な事件は、横井秀樹襲撃事件だな。聞いたことあるような、ないような。ざっくり説明すると、横井氏が借りた金を返さず、安藤組が取り立てしたんだ。横井氏が貧しかったとか？いや、横井氏は何億もの資産があった。しかも横井氏は安藤組に対して、日本の法律ってやつは借りた方に便利にできてるんだ、などと、豪語したらしい。ヤクザを怒らせたらあかんよ。カッチーンと来た安藤組は拳銃を持ち出し、横井氏をバーンと撃ってしまった。映画みたいな話ね。やっちまった安藤組は、安藤昇氏をはじめとし、組員が逮捕されてな。それが安藤組解散に繋がってしまったぜ。そっから安藤氏は芸能界入りしたのね。安藤氏も2015年にこの世を去っているぜ。じゃ、今頃は安倍氏とあの世で仲良くやってるかしら。そうかもな、当時の話に花を咲かせてるかもな。うんうん。続いて5人目、菅原牛尾氏だ。どちらさん？猫組長だ。ああ、なんか聞いたことある、猫好きの投資家だよね。ビートたけしの、テレビタックルにも出演していたな。猫組長も若い頃からヤクザだったの？猫組長がヤクザになったのは、働き始めてからだ。投資で失敗し、債権者だった山口組の組長を頼ってヤクザになったらしい。いわゆる経済ヤクザってことね。企業で働きながら、資金集めをするヤクザ。猫組長は神戸山口組の二次団体、佐藤組の本部長、三次団体の渡辺組組長だった。どっぷりヤクザの世界に染まってるわね。猫組長はインサイダー取引や、市場を通さずに、割安で企業から株を買うなどをして資金を得ていた。頭いいわね。2億円の手形を騙し取ったとしてタイで逮捕されたこともあったな。猫組長はなぜ有名になったの？山口組の分裂騒動で内部情報をつぶやいたからだ。これが精度が高くて早いと話題になったぜ。なぜヤクザを辞めたの？山口組の分裂騒動で嫌気がさしたからだ。また、ヤクザの暴力性を行使できる精神も力もなくなってきたと語っているな。猫組長って、生粋のヤクザって感じがしないよね。インテリヤクザって感じ。
猫組長は入れ墨もあるし、指爪もしてるけどな。一通りは経験済みだったのか。でも、ヤクザを辞めた後もすごいお金持ちっぽいね。莫大な資産があるそうだ。だが、過去に色々とやっていたせいで、海外にある銀行のお金を引き出すのに苦労するらしい。ああ、なるほどね。一時期は100億円を動かしていた猫組長が、株取引の秘訣を教えてくれているぜ。お、ちょっと聞きたい。本当の重要情報とはネットではなく、人間関係から得られるもの。投資で勝つためには、パソコンの前で日銀のリポートを読むより、外に出て人間関係を構築する方がよほど重要だと思います。なるほど、深いな、さすが猫組長。では6人目、山本敦夢氏、画家だ。拳銃から筆が武器になったのね。山本氏の場合は刀だな。博打でイカサマされて相手を切りつけようとした。また、ヤクザから借金した社長に頼まれ、話をしに行って刺身包丁を突きつけたりだ。純粋にヤクザやってますな。もともとは板前だったから、刺身包丁ならこっちのもんって思ったらしい。板前さんからヤクザになったの？野球少年、板前、野球監督、ヤクザ、画家だ。なかなかユニークな経歴ね。山本氏は、昔から何でも一生懸命だった。野球も喧嘩も一生懸命だ。全力投球するタイプか。ヤクザ時代では関西のヤクザ組織、諏訪一家系淡路会に入り、その後は山本組を立ち上げた。なんでヤクザを辞めたの？ヤクザが企業化していく中で、身の置き場を考えたそうだ。時代の流れね。絵はヤクザ時代から描いていてな。関西国際空港に山本氏の絵画が飾ってあるぜ。見に行きたい。山本氏も2011年に膀胱炎でこの世を去っている。ご冥福をお祈りします。続いて7人目、重岡健作氏。吉本興業のお笑いコンビ、ラフコントロールの一人だ。お笑い界の元ヤクザ、笑えない、かな？重岡家は4人兄弟で、兄弟みんな不良で有名だった。喧嘩で負けるのは許されないという独自ルールもあったそうだぜ。すげえ兄弟。健作氏は中学生の頃から不良になり、16歳でヤクザ入りした。なんでヤクザを辞めたの？濡れ衣が相当耐えたのかもな。コンビの相方、森岸は最初、重岡氏が元ヤクザだと知らなかったそうだ。知らずに結成って草？重岡氏は、32歳になって初めてボールに向かってバット振ったと、暴力団員だったのをネタにしているぜ。わ、笑いづらいっす。重岡氏はお笑いの世界にいながらも、エアコンクリーニング会社を立ち上げた。スタッフはほぼ芸人だ。面白そうな会社ですな。もし興味があったら、エアコンクリーニングを頼んでみたらどうだ？考えておきます。というわけで、最後の8人目、渡辺二郎氏、彼はボクサーからヤクザに転身した。元ボクサーでヤクザって最強やん。渡辺氏は現役時代、WBA、WBC 世界スーパーフライ級王者だった。学生時代から喧嘩が強かったそうだぜ。喧嘩強い人がボクシングやったら、もう無敵やん。渡辺氏がいつから暴力団に入っていたのかは不明だ。だが、ボクシング引退後に恐喝未遂や銃刀法違反で逮捕されている。おう、どこの暴力団なの？山口組警局新連合会だ。相談役っていうポジションだな。なるほど。警察に何度かお世話になり、後に渡辺氏はボクシング界から永久追放された。せっかくの王者が、渡辺氏は芸能界ともつながっていてな。羽賀健二の未公開株詐欺事件で共犯だし、島田紳助の芸能界引退でも名前が出てくるぜ。今は渡辺氏はどうしてるの？山口組警局新連合会は解散し、今はどうしているか不明だ。だが、ボクシングイベントなどでいろんな人が渡辺氏とのツーショットを SNS にアップしてるぜ。人気者じゃん、写真を断らないのもいいね。元王者だしな、渋面だし、いれば目立つと思うぜ。じゃ、今もどこかでツーショットを撮っているかも？かもしれないな。というわけで、元ヤクザの有名人8人を紹介したぜ。どの有名人も、ワンダーな経歴がある人ばかりだったね。とても刺激的だったよ。動画の感想や、どの元ヤクザ有名人が好きなど、コメントで教えてくれると嬉しいぜ。高評価とチャンネル登録をしてくれると、さらに嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。